一般的な油圧ショベル建設機械は土木、建築の作業に使われる機械の総称である。省略して検機、または重機とも呼称される。人力で施行することが困難な作業を機械化したものがほとんどである。高度経済成長期に高層建築物や道路整備やダム建設で建設機械が日本のインフラストラクチャー整備に果たした実績は大きい。 20世紀末から21世紀現在では公共事業費の削減が叫ばれており建設機械にはさらなる作業効率化の役割が求められる日本での建設機械需要の60%強はレンタル機の活用に移ってきている建設業者の経営合理化に向け機械経費削減のためにこの流れは加速している一般的に馴染みのある建設機械には油圧ショベルや ラフテレーンクレーンなどがある。世界的に見れば近代建設機械は18世紀後半の蒸気機関の発達に橋を発したと言える。産業の発達により大きく進化してきたという事実は建設機械が産業機械の一分野であるとも言える。最近の建設機械の一般的な姿は第一次世界大戦の終盤にかけてその原型が現れており、 第二次世界大戦時にはブルドーザが登場し、アメリカ軍の急速な進攻に大きく寄与した。日本では戦時中に少数のブルドーザが小松製作所により、また、ショベルも少数が神戸製鋼所、日立製作所などで生産されていた。戦後、復興に伴う国土の早急な再構築が叫ばれ、機械化を図る機運が建設省を中心に高まり、ブルドーザ、ショベル、 油圧ショベルなどが次々に開発、発売された。前述のように、産業機械の一部カテゴリーと捉えた場合、特に油圧ショベルなどはある、種のロボットともいえ、掘る作業から、掴む、砕くなどの作業が可能な装置を取り付け、製鉄所、リサイクル業など様々な産業で活躍しており、単に建設機械とは呼べなくなってきているほど、活躍の場が広がっている。 また無人用と有人用があり、特殊用途として災害救助や瓦礫撤去の工作者などとしても活用され始めており、東京電力福島第一原子力発電所事故では多くの無人、有人の建設機械が投入された。レスキューロボット参照建設機械はその操作、運転に再始危険を伴うため、労働安全衛生法などで就業制限の規定が設けられている。 事業主は、所定の技能講習等を受けていない者に操作、運転をさせてはならないし、労働者はそれらの資格がないのに運転してはならない。もし、資格を持たずに操作、運転したり、させた場合、事業主は6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、無資格で操作、運転した者は50万円以下の罰金に処せられる。建設機械施建設機械整備技能 技能講習には次のようなものがある。釣り場荷重5トン以上の移動式クレーンのように、技能講習でなく、免許が必要なものもある。一方、常実の括弧内の規模を下回るものは、技能講習より、講習時間の短い、特別教育を終了すれば操作、運転することが可能である。特別教育には次のようなものがある。また、新たに労働災害の原因を調べるとともに、 労働者の業務に対する知識や経験の不足によるものが大きな割合を占めているので、労働安全衛生法による事業を行う者に対し安全と衛生に関する社員教育を行う義務を課している。安全衛生教育とは、この法律により行われる特別教育を含めての社員教育の総称であり、これにより労働災害を防止することを目的としている。 事業者は労働者を雇い入れた時や、作業内容を変更した時に安全衛生教育を行わなければならないとされている。労働安全衛生教育とは次のようなものである。建設機械における免許は以下の通り、これらの免許により認められる業務には、それぞれの開始核の運転、操作等が含まれる。小松日本最大にして、世界第2位の建設機械メーカー。 フォークリフトや産業機械をグループで展開。かつては建設、電子部品、農林機器をグループで展開していた。日立県機日立グループ、油圧ショベルを中心とした製品が中心。グループ内でホイールローダーやフォークリフト、農業機械周辺にも展開。関連会社でも鉱山機械の貢献工業もある。中型油圧ショベルをクボタに OEM 供給している。 キャタピラージャパン世界第一位のキャタピラー社の日本法人三菱重工と合弁で設立したキャタピラー三菱を会社分割方式で統合して新キャタピラー三菱と社名変更が前進コベルコ研機神戸製鋼所の建設機械部門が独立2016年4月に同じ神戸製鋼所グループのコベルコクレーンを吸収合併9コベルコクレーンは クローラークレーンにおいて国内シェア約50%世界シェア約17%グローバル展開に力を入れ日米欧の移動式クレーンメーカーとしても初めてインドに独自でクローラークレーンの専用工場を建設防膜ジャパンドイツボマグ社の日本法人三菱重工業かつては様々なモデルを手掛けていたがキャタピラーと合弁で設立したキャタピラー三菱に 引き継がれた。そのため、キャタピラージャパンのアスファルトフィニッシャーは、今でも三菱ブランドである。現在は、フォークリフト準大手の三菱ロジスネクストを参加に、収めて同事業を強化。川崎重工業 KCM をもに、ホイールローダーを本州中心で販路展開。2009年をもって分社化。翌年5月中に、同業大手の日立建機と資本業務提携。 第三者割当増資を締結。KYB、茅場システムマシナリー国内最大のコンクリートミキサー社メーカー。国内シェアは約80%に至る。極東開発工業には OEM 供給、インドのコンクリート建設機器メーカーを買収し、インドにも事業展開。また、子会社、茅場システムマシナリーは自由断面掘削機などの建設機械を製造。 堺茂工業転圧機械では日本を代表する会社、関連グループや旧三和グループと資本、取引的に関係が強い、住友県機住友10機械から分離独立した住友グループの建設機械大手で、道路機械では国内トップ、油圧ショベルをベースとした製品に力を入れている。本体は、旧会社より大型クレーン以外の全事業を継承し、 純粋持ち株会社に移行し、製造、販売は、それぞれの事業主会社に一任。なお、2010年度以降は製造主会社を吸収。住友犬器は、事業会社へ移行した。住友重機械犬器クレーン級。住友犬器に残った大型クレーン事業で設立した、旧住友重機械犬器クレーンに、日立犬器が出資。住友重機械と日立犬器の合弁事業として、再出発。 なお、合弁化当初は、住友重機械の連結決算対象から、外れていたが、その後出資比率が見直され、住友主導の体制に、変わった新名は工業元日立系、ダンプトラックやミキサー車など特装車仮装の大手メーカー。航空機部品や水処理関連でも大手。極東開発工業ダンプトラックや、コンクリートポンプなど特装車仮装の大手メーカー。 国内自動車メーカーの自賠有力ディーラーを参加に持つ、中小トラック用部品メーカー、日本トレックスを住友系金属から全株式取得、子会社化、小賀機械金属事業主会社にて、天気事業を展開。小賀ロックドリルは、油圧クローラドリルで、国内主位、世界第3位。油圧ブレーカー、油圧圧圧機では、国内大手の一角。小賀ユニックは、 トラック搭載型クレーンで国内最大手日常川崎重工参加で除雪機の代表的メーカー加藤製作所クレーン油圧ショベルが事業の大部分を占めるが基礎工事機械や路面清掃車なども手掛ける油圧ショベルは根強いユーザーが多い加藤ハイハム加藤製作所の子会社ミニショベルクレーンを中心にしているテレックス D マグのクレーンも扱っている かつては IHI の子会社であった竹内製作所ミニショベル、クローラーローダーを中心に展開。ヤンマー研機、ヤンマーグループは農機及び船舶エンジンで有名だが、油圧ショベルやホイールローダーなど建設機械も手掛ける。研機事業主会社のヤンマー研機は、ヤンマーの全額出資主会社。販売は同系列のヤンマー販売に継承されている。 ロジスネックスというニキャリア全身会社の一つである TCM 株式会社は庭家が発祥のフォークリフト大手でクラーク社の技術をもとに国産第一号となるフォークリフトを製作した戦後日立造船や日立建機と資本業務提携して旧日産系に急接近2009年12月に日立建機の完全子会社となり日立グループの一員に2013年 日産フォークリフトを吸収合併した上で称号を変更したが2016年に日油三菱フォークリフト参加に入り2017年の日油三菱フォークリフトとの経営統合に伴い製造は三菱ロジスネクストへ一本化されユニキャリアはロジスネクストユニキャリアへ称号を変更され三菱ロジスネクスト製品の販売会社となったただのホイールクレーン専業大手で 高所作業者も手掛ける。ラフテレーンクレーンやオールテレーンクレーンでは日本を代表するメーカー。久保田農機のイメージが強いが、小型ケ機は世界最大手。かつてはクレーンも技術提携で製造実績あり、日立ケ機に生産を委託した油圧ショベルの販売もしている。諸岡ゴムクローラキャリアで有名。かつてはブルドーザも製造していた。ウィンブル山口かつては 自社でミニショベルを設計、製造していた、蓄水キャニコムネーミング大賞を受賞するなど、製品名のユニークさが特徴。村の鍛冶屋から農業機械メーカーとして成長し、現在は農業用、土木建設用、林業用運搬車、草刈り作業車及び産業用機械の製造販売を行う、SKK 日本車両製造クレーン以外にも、スクレープドーザー、 クローラクレーン、掘削機を製造。現在は JR 東海の連結会社となり、主力の鉄道車両関連を強化中。愛知コーポレーション、トヨタ食器のグループ会社、上記と同じく、中京圏出身の高廠作業者国内最大用で、ハンタ機械主に小型アスファルトフィニッシャーのメーカーとして有名。除雪用機械も製造している。北越工業、エンジンコンプレッサー。 モーターコンプレッサー、高所作業車、ミニバックホーを製造している、メガバイトジャパン、イタリアを本社に置く世界を代表する、建設機械、アタッチメントメーカーの日本法人、バケットクラッシャーで世界のリーダーカンパニー、長野工業主に、ミニショベル、高所作業車を製造している、小野寺製作所アタッチメントの製造を行っている、ありがとうございます。